エドワード・テラー、エドワード・テラー、エドワード・テラー、元のハンガリー名では、テッレルエデ、テラーエデ、1908年1月15日から2003年9月9日は、ハンガリー生まれで、アメリカ合衆国に亡命したユダヤ人論物理学者である。アメリカ合衆国の水爆の父として知られる、ローレンス・リバモア国立研究所は、彼の提案によって設立された。 本来の専門分野では、原子核物理学、分子物理学などで多くの業績があり、代表的なものに、ヤーンテラー効果やベッドの吸着等温式がある。1908年、オーストリアイコール、ハンガリー帝国のブダペストで弁護士の父と銀行家の娘で4カ国語をこなす菜園の母の元に生まれた。テラー家は、裕福なユダヤ人知識階級であった。 幼少の頃から、算数の才能を見せ、学校に上がる前に、足し算引き算のみならず掛け算を覚えたという逸話がある。11歳の頃の1919 19年3月21日、オーストリアイコールハンガリー帝国は崩壊し、クンベエラー率いるハンガリー共産党が政権を握り、ハンガリーの企業、土地といった資産をすべて国有化した。この影響で、父マックスが、 弁護士の職を失い、一家は、貧窮した。同年8月、君政権は、ホルティミクロー主大将を率いる、ハンガリー異国新陸軍によって倒される。不幸なことに、君は、ユダヤ人であり、ハンガリー共産党のリーダーの多くも、ユダヤ人であった。ハンガリーの反ユダヤ主義とホルティによる、白色テロの高まりを受け、一家は1926年に、ハンガリーを去り、 ドイツへ移住した。テラーが18歳の時であった。最初ハンガリーのブダペストで短期間科学工学を学んだ後、ドイツで高等教育を受け、そこでも同じく科学そして数学を学び、1930年にライプツヒ大学のベルナー・ハイゼンベルクの下で理学の博士号を取得した。その後、ゲッティンゲン大学で助教授として2年を過ごした。 1933年にドイツの政権を握ったアドルフ・ヒトラーがユダヤ人敵視政策を取り始めると、テラーは1934年の助けでドイツを離れる決心をした。一時期イングランドに滞在した後、ニールス・ボーアのいたコペンハーゲンで一年を過ごし、1935年8月、アメリカ合衆国に移住した。また、その直前の1934年2月、テラーは 初恋の人道、未知と結婚している。同じハンガリー出身のレオ・シラードが、アルベルト・アインシュタインの署名入りの書簡を使って、アメリカ政府に小爆弾の研究を働きかけた際には、友人・ウィグナーと共に、その活動に加わっていた。幼少時代のハンガリーでの好ましくない経験にも、かかわらず、1930年に、世界恐慌の波がドイツに押し寄せ、 資本主義の崩壊を目の当たりにしたテラーは、共産主義に、両義的感情と興味を抱いていた。しかし、アメリカ合衆国に渡った後、友人のレフランダウが、ソ連政府によって逮捕されたことを伝え聞くなど、ソ連への反感を次第に強めていった。1943年に、スターリン体制の下での理不尽な裁判と粛清を、描いたアーサー・ケストラーの小説、マヒルの暗黒を読んだことが、 決定的な契機となって、以降は、根強い反響感情を抱くようになった。1941年まで、ジョージ・ワシントン大学で教弁を取り、そこで、ジョージ・ガモフに出会ったテラーは、1942年、ブリークス委員会、ブリックス・コミッティで働きながら、マンハッタイ計画に参加する。第二次世界大戦中、テラーは、ロス・アラモス国立研究所の理論物理学部門に、 所属し、核分裂だけの核爆弾から、核融合を用いた超強力爆弾、水素爆弾へ、核兵器を発展さるべきだと強く主張した。1945年、ニューメキシコでの世界初の原爆実験、トリニティ実験に立ち会い、なんだ、こんなちっぽっけなものなのかと感想を述べたとされる。1946年に、テラーは、ロスアラモスを離れ、シカゴ大学の教授になる。 1949年のソビート連邦の核爆発成功の後、1950年にロスアラモスへ戻って水爆計画に携わったテラーは水爆をマイベイビーと呼んでいたという。テラーとスタニスワフ・ウラムが実際に作動する水爆の設計を思いついた時、テラーは計画の長に選ばれなかった。テラーは再度ロスアラモスを去り、1952年、 新たに設立されたカリフォルニア大学放射線研究所のローレンス・リバモア支部に加わる。1954年、心情調査の審問を受けた際に、テラーがロバート・オッペンハイマーを避難したことがで、テラーとオッペンハイマーとの間の溝は広がることになる。1950年代に、テラーはアラスカに核爆発を利用して大規模な人工庫を作るという。 チャリオット作戦を公表した。これはアラスカには無人のアーラノが広がっているという先入観があって残ったが、そこはアメリカ大陸で最も古くから人類が住む土地であった。その結果、民族意識に目覚めたエスキモーやインディアンなどのアラスカ原住民を中心とする反対運動が高まり、この計画は幻と終わった。 1958年から1960年にかけ、テラーは、ローレンズ・リバモア国立研究所の所長になった後、カリフォルニア大学バークレー校で教える傍ら、同研究所の副所長を務めた。1975年、テラーは引退して、リバモア研究所の名誉所長に指名され、フーバー研究所のシニア研究員にも任命される。 引退後もテラーは絶えず各計画推進の主張者であり続け、実験と開発の継続を訴えた。戦略防衛構想が撤回された時にも、テラーはその最も強力な擁護者の一人だった。1982年、当時のアメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンより、アメリカ科学界最高峰の栄誉とされる、アメリカ国家科学賞を贈られた。年月、 カリフォルニア州スタンフォードで死去。95歳だった。水爆を開発したことに関しては、生涯肯定的な言動を行い、食いることはなかった。物理学者としては、原子核物理学、分子物理学、表面科学など多岐にわたって、業績を上げた。代表的なものに、ヤーンテラー効果や、レナーテラー効果、ベッドの吸着等温式などがある。 ベータ崩壊におけるガモフテラー繊維やトマス・フェルミ模経営の寄与、メトロポリス・ヘイスティングス法への貢献などでも知られる。テラーの著書には次のものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。